にちは、レポーターの幸です。今日はですね、自由が丘に来ているんですけれども、雑誌でも人気なあるスイーツのお店に今日は行きたいと思います。ぜひぜひ海外の方もですね、立ち寄ってみたいところなので、楽しみにしていてください。たどり着いたのは有機抹茶の、生ドラのドゥララさんに来てます。楽しみです。では入ってみましょう。店内にはアート作品もいろいろ飾ってあって、こちらどら焼きをイメージして描いてくださったそうです。素敵です。店内に入ってみると、こんにちは。こんにちは。こちらがメニューですね。有機抹茶の生ドラと有機のほうじ茶の生ドラがあります。実は抹茶やほうじ茶もその場で立てていただけるそうです。はい、お店のオーナーさんの松村さんに、今日は特別にね、いつも普段は、ね、あまりいらっしゃらないそうなんです。そんなことないですよ。います、時々、はい、来ていただいてます。はい、はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、開店してこのお店はどのくらいになるんですか？今週末で1周年になります。はい、素晴らしい、1周年だそうです。すごいですね。なんかお抹茶の先生ってもともといらっしゃるということだったんですけれども。そうですね、はい、裏千家茶道というのがありまして、そこの准教授をやってまして、はい、高校の時、裏千家一応習ったことがあるんですが、ちょっと飲み方後で教えてください。楽しみですね。はい、はい、それでお店のね、コンセプトというか思いを聞かせていただいてもよろしいですか？はい、そうですね、お茶を教えても10年ぐらい経つんですけれども、うん、いろんな方にお抹茶召し上がっていただいたり、お茶も体験していただいてるんですが、今でも、まあ、茶道茶道っていうと敷居が高いというイメージがあるらしくて、はい、なかなかお茶の楽しさみたいなものもお伝えするのが難しくて、まずはね、抹茶を飲んでもらうことがお茶の入り口になるかなと思いまして、お茶が飲める気軽に楽しめる、そんなお店を作りたいと思って、作ったのが元々のスタートなんですけども、はい、はい、そうですね、で結局ね、うん、どら焼きとかになってるんですけど、はい、はい、どら焼きもね、こだわる、抹茶自体もね、有機の抹茶を使われているということなんですけれども、うんうん、どら焼きもなんと、素材にこだわっているそうなんですけれども。そうですね、はい、抹茶をね、召し上がっていただくだけだとやっぱりこう甘みがあって、まあ、抹茶もより美味しく楽しめるかなと思いまして、かといって和菓子作家さんでも職人でもないので、どうしようかなとも考えたんですけども、まあ、抹茶を入れられるスイーツだと、まあ粉もんがいいのかなと思ったりとか、レシピだけね、オリジナルの特別なものにすれば、うちの、おすすめのスイーツもできるかなと思いまして、でいろんな方のお力借りて、開発したのがこちらの有機の抹茶生ドラになるんですけども、すごい楽しみ、今から楽しみなんですけれども、うん、ね、生クリームではなくて、そうなんです、豆乳のね、有機の豆乳のクリームを泡立てて、なかなかボリューミーの美味しいスイーツになりました。はい、小豆もね、こだわられていたりとか。そうですね、はい、北海道産特別栽培の小豆で、うん、かなりね、数が今減ってきてるようなんですけども、小豆も農薬が本当はたくさんね、あるようなの、が多いですけども ね、はい、うん、そういうことを使うことも控えてるような、そんな小豆ですね。白砂糖も使われていない。そうですね、天才糖で、はい、炊いている小豆で、甘みもね、糖度も抑えて、はい、優しい味になっていればと思います。もうワクワクが止まりません。今から、試食したいと思います。キッチンの中に特別入れていただいて、今こちら米粉のどら焼きを作ってます。丁寧に一つずつ作り上げてます。今から組み立てをしてくれるそうです。お願いします。有機の生地に、米粉の生地にグルテンフリーの生地ですね、に抹茶が練り込まれているそうです。それに豆乳のホイップですね。
わあ、ボリュームがあって美味しそうです。なんとお抹茶をいただく茶器を選べるそうなんですが、一人一人の作品のこだわりのある茶器で飲めることができます。楽しみ。わあ、すごい、こういう茶器もあります。私はこちらの器を選んでみたいと思います。実際に先生にお抹茶を立てていただきます。まずね、美味しくお抹茶を立てるには器を温めないといけないんでね、器を温めていく。一度器を温めていただき、でもお茶ではやらしないんですけど、水ではちゃんと、勇気のお抹茶を入れました。海外の方もこうやってお抹茶をね、立てられるのがね、見れるのは本当に貴重だと思います。なかなか日本でこういったお店で、カフェとかでね、実際にこうやって立ててるお店は本当にないので、すごく貴重なので、ぜひ来てほしいなと思います。神聖な空気が流れている感じですね。実際に、まあ、立てていただいてます。海外だとね、抹茶に砂糖が入っていたりとか、ね、するんですが、本物のね、抹茶っていうのはね、ここでは味わえると思います。わあ、キメが細かい。私が立ててっていうのと全然違います。素晴らしい、楽しみ。今から生どら焼きとお抹茶を堪能したいと思います。いただきます。それではいただきたいと思います。感謝をして2回回します。いただきます。では本物のお抹茶いただきました。すごい染み渡って美味しいです。続いてこちらのお抹茶のどら焼きをいただきます。軽い、軽くて生地がめちゃくちゃもちもちしてます。あ、これは抹茶と本当に合いますね。私生クリームとかは苦手なんですけれども、すごく軽くて、あんこ、中に入ってるね、あんこもとても優しいお味ですね。これは本当におすすめです。自由が丘駅の、正面口に出ていきます。こうすると右手の方に商店街が立ち並んでるので、そこをまっすぐに歩いていきます。交差点にも出てきましたが、これも
そのまままっすぐに歩いていきます。ずっとずっとまっすぐ行って、坂を登っていきます。もうちょっと歩いて10分くらいのところ、坂を登り切ったところに今日紹介するお店があります。今日は日本の和の心も楽しめるドゥララさんに来ました。来てみてください。 See you next time!